わこれここ微妙やったっていう時あるじゃないですか。これはね買う前に考えてください。じゃあそれで上で俺はバルトロ何色にしようかなと。はい、本日はですねバルトロライトジャケットを買う前に見る動画ということでねやっていきたいなと思います。ということでバルトロライトジャケット人気のジャケットで皆さん1回は買ったことあるよ、毎年買ってるよ、色違い買ってるよって方いらっしゃると思うんですけども、今年もまた買おうかな、なんか大体忘れるんですね。冬1回通り越しちゃったら去年の冬なんかバルトロ微妙やっていう時あったけど何のことかな忘れた、まあまあ今年ももう1回買おうかって言って大体2月ぐらいにうわこれここ微妙やったっていう時あるじゃないですか。人によったらいや全然俺全く嫌なことなかったよっていう人もいてはるので、まずはこのレビューをね皆さんから出た購入のレビューとかあとブログのレビューとかいろんなところから引っ張ってきてこれ微妙っていうところありましたよっていうところはね皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。まずは一つ目、バルトロライトジャケット着ててこれ何が微妙なんかなっていうと、まず一つ目あった意見としてはフードがちょっと大きいところが微妙やと。ほれなんでなんかなってなるじゃないですか。フード大きいってしっかり風防いでくれてめっちゃいいじゃないかってなるんやけども、これがあるおかげで肩が凝ったりとかね、整髪量が髪の毛についてくるとかっていうところがあったりするので、どうしてもこれが嫌なんやなってずっとこの首とか当たってるの嫌なんやなっていう方がいらっしゃると、いやいや俺整髪量つけへんよと、しかも肩こりめちゃくちゃ強いねっていう方やったらこれは全く関係ない話なんですけど、まず一番としてはフードっていうところがこれデメリットで挙げている方もいらっしゃいました。二つ目が何なんかっていうとバルトロならではなんですけども、この綿のボリューム感ですよね。これがあったりあるからバルトロなんですよっていういい面もあるんやけど、逆に対してこれがデメリットに働くタイミングっていうのがあって、どこなんですかって言うとチロンチロンチロンって言ってはい毎度って言ってお客さん何名です、あ3人ですって言ってサメさん奥お願いしますって言って奥バーって歩いて行ったりとかしたら、たまに狭い居酒屋やったらもう困難していく時あるじゃないですか。ほなもう困難していく時とかに壁とかに擦れまくってるし、なんかハンガーとかも引っかかって一緒に落ちていったりとかガチャ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 するっていうのがどうしてもこうでかいダウンジャケットやったら出てきますよねっていうところで、これは確かに来たレビューなんでしょうね。実際自分が着てみて微妙やったっていうところで、狭い店内とかなんかこう狭い路地とかで網に引っかかったりとかっていうところが気になるっていうことで、僕もねほんまかよってそんなもうダウンジャケットの膨らみなんかたかが 2,3 センチ知れてるやんって思ったりはしたけども、最近僕筋トレしててねちょっと肩幅ごつなってきたりしたらほんまに柱にバンって肩ぶつかったりするんですよ。過去の自分の幅やったら通り過ぎれてんけども、なんか知らんけど家の洗面所から出る時とかバンって肩ぶつかったりしてて、ほんま大げさじゃなくて、ね、2,3 センチ広がったり1センチ広がるだけでも結構肩ぶつかったりするんですよ。それ考えたら確かにこの意見って当たらずも遠からずやなと思ってね参考にさせていただきました。そして3つ目っていうのが何かっていうと、身幅がちょっと細いということで、これまあ僕着てるの M サイズやから適正じゃないんですよ。僕の適正サイズは以前オーダーしたことあるんやけど、これは僕を応援してくれてる応援隊長にもプレゼントしましたんで僕はもう手元ないんですけども、適正じゃないサイズ着てますけどもちょっと細いということになっておりまして、まあ何が言いたいのかっていうと、細い方しか着れなかったっていうレビューがあったんですね。でその方が太ってるかどうかは知りません、全く知らないし、どこのサイトから引っ張ってきたかも全然知らんねんけども、そういうお声があったということで、身幅が細い太いっていうよりか多分お腹ちゃうかなと思うんですよね。お腹がどうしても出てくるというか、その胸筋がごつくて締められへんってことはあんまりないと思うんですけど、お腹が出てて下が締まらへんっていう可能性はあるかなと思うので、そういったことで身幅が狭いのが逆にデメリットに働いたっていうこともあるらしいです。まあこれは細い方はあんま関係ないかもしれないですね。で4つ目っていうのが何かというと、真冬にショート丈ってどうですのという話があって、これはほんま地域によると思います。住んでる地域によってははっきり言ってショート丈どころかバルトロも厚すぎて切れません、後で後々出てくるけどオーバースペックですわっていうお声もあったり、この方は多分真冬にショート丈って点々点っていうことは真冬にロング丈を着るのが普通の地域だと思うんですよ。って考えたら相当寒いところに住んでると思うので、そういう方からしたらこのショート丈ってめちゃくちゃ腰から入ってくるやん、そして運転するときにめちゃくちゃ邪魔やんと、モコモコして運転はしづらいし、パッて外出たらここから風入ってきて寒いし、これ全然雪国で着られへんやんっていうお声があったと思うんですけど、そういったお声で5つ目も言っときましたけど、運転がしづらい、だからもう必ず1回1回脱いで車の中入って寒いって言うてエアコン効けて、エアコン効いてきたなと思った時に外出たらうわ寒い寒い寒い、あ来てかな来てかなってなる、この動作が邪魔くさいっていうことがありましたので、そういうことが5つ目あったと。で6つ目が何かっていうと、生地がちょっと弱いというお声がありました。でこれ生地が弱いっていうことがちょっとどういうことなのかよく分からへんし、もっと具体的に書いてるのもあって、生地が弱いっていうのがあったんですね。これ生地が弱いっていうのもあって、これ何のことかちょっと僕にはさっぱり分かってないけど、おそらく推測するにこの生地が三重デニールっていう生地なんですよ。それとともに最初の2番で出てきたボリュームがあるということで、多分どっか引っかかったりして擦ったんでしょうね。それで破れてるっていうところがあるんちゃうかな、破れたり擦れたりしたんちゃうかなと思うので、もともとこのジャケットはね擦れて大丈夫ですっていうようなジャケットじゃないので、そういうやつもあるんですよ。そういうやつはね同じねノースウェイから出てるこのアンタークティカパーカーってやつがあってね、なんとねこのバルトロの生地より5倍も分厚い生地使われてるから、もう多少擦ったりこけたりなんやしても全然大
丈夫やっていう破れていいジャケットではないんやけども頑丈なジャケットっていうのがあったりするので、このバルトロの生地に不満があるって方はこっちに行った方がいいと思います。逆に言うとこっちに行くじゃないですか、次重たいとかしんどいとかっていうお声も出てきますから、それはどっかは一長一短なんですけど、そういう生地が弱いっていうのが6番にありました。で7番っていうのが何かっていうと、あ、出ましたね、都会とか室内ではオーバースペックすぎるというお声がありました。これはね、買う前に考えてください。買う前に僕都会なのかな、そして室内でよく使うのかな、じゃあ買わなくていいや。これは見たら分かりますよね、こんだけ分厚いジャケットやねんから、室内で使う、よし買おうとはならへんじゃないですか。だからそれは自分でこう考えて、普通に見たら分かるから、あ、俺は室内がいらないよね、じゃあ中綿ダウンにしとこう、中綿ジャケットにしとこうとかね、もうちょっと薄いダウンにしとこうとか、フードのないダウンにしとこうってちょっと考えれば分かるかなと思うので、これはバルトロが悪いというよりかは、買った人がそもそもちょっと用途考えてないというかね、めちゃくちゃ都会住んでんのにゴリゴリでかい車で走り回ってるみたいな、それはちょっと不便じゃないとかね、せっかくキャンプ行って山道でキャンプ行くのにセダンで行ってるとかね、おいおい用途ちゃうやないかいっていう、ほんまそういう状態になってるので、ちょっとこっちが逆に用途考えようねっていう話になってくるかなと思います。で次が8番、暖かいのは非常にいいんですよと、ただしそれによって時期が限られるんですということで、最近はなんか暖かい時期が続いて10月ぐらいにダウン買ってよっしゃいつ着ようかな、11月なんかまだ暖かいな、12月なんか今年暖冬やって、1月ようやく着れるやないかい、2月暖かくなりました、おい1月しか着てへんやないかいっていう、まあ、漫才みたいなことが起きるじゃないですか。でそれって結局じゃあこれぐらいのダウンジャケット着るのって1ヶ月しかなかったじゃないかってなってきたりするので、そういう時にはあんま着れる時期少ないんちゃいますかっていうことなんですけど、これも地域によると思います。地域によってはほんまに11月ぐらいから吹雪いてる地域っていうのもあるんでね、そういうところは全然着れると思うんですけど、まあ、なかなか大阪市内とか東京都内とかではあんまりそういうことはないかもしれないんですけど、地域によるかなと。そして9番というのは何かというとね、あと2つですよ、ついてきてくださいね、あと2つ、9番では何かというと重ね着ができない。今僕これロンティの上から着てるんですけど終わりです。例えばシャツとかスウェットとかやったらいけるかなと思うんですけど、首周りにあるものって多分無理やと思うんですよ。例えばパーカーとかフードがついてて、またここに襟の中綿があってさらにフードがあるって、これフードみたいになってくるから、さすがにそれはできひんかなと思うので、重ね着を楽しみたい方とか、外は寒いんやけど中行った時真冬のイオンモールでロンティ1枚でおんのもなんかちょっと変やなってなったりするっていうことがあるので、僕のチャンネルではよく言ってますけども、イオンモールに行った際はカルディにみんな行きますよね。カルディに行く時にロンティでちょっとカルディもコーヒーもらうのはなんやなっていうのもあったりすると思うので、重ね着する方からしたらちょっとこれ重ね着しづらいような、もともと重ね着するようで考えられてないので、ロンティ1枚とかっていうところで着るように考えられてるかなと思いますので、あえて細身に作って冷気を逃がさないようにしてるんじゃないかなとは思ったりしますので、重ね着の方にはもう向いてないと。で10番何かというと、これ確かにそうやなと思ったのが、このねブラックはいいんですよ、問題はカラー付き、カラー付きのやつね、この袖口に汚れつきやすいっていうレビューがあって、確かにそれその通りやと思って、っていうのもダウンって着たたびに洗うっていう人多分あんまいてないと思うんですよね。もうワンシーズンに1回クリーニング出すか、多い人でも月に1回クリーニング出すぐらいじゃないですかって考えた時に、汚れが蓄積されていくんですよね。特にどこたまんのっていうと、袖口と首、顎のとこも結構汚れるっていうことで、顎に関しては女性なんですよ、女性のファンデーションがめちゃくちゃつくっていうことで僕の嫁も言うてたんですけど、袖口はね結構男性の方とか汚れたりするんじゃないかなと。服着たまま、例えば居酒屋とかダウンジャケット着たまま行ったりとかしたら、この袖口に汚れついたりとかね、そういうのはねあるんじゃないかなと思いますので、以上がデメリットレビューみたいな感じになってます。ただもう一個追加もあってね、こういう収納袋ついてくるんですけど、入れっぱなしにしてたらくしゃくしゃになったっていうことで、それは当たり前、収納袋に入れっぱなしにしたらさらくしゃくしゃになるし、ダウンってあんまり収納袋にずっと入れるもんじゃないので、どっちかって言ったらふかふかにさしといた方がいいので、つってたりとか横にポンって置いてたりしてた方がいいので、ダウンでしてはいけないこと、そうくしゃくしゃにして収納するっていう一番やったらあかんことしてるので、そこは仕方ないかなと思うんですけど、バーッとまとめていくとですね、このダウンジャケットの仕様を見たら分かる通り、基本的にはめちゃくちゃ寒い地域とかで着るのが適してるダウンジャケットだと思うんですよ。もちろんしないでも着れるけども、適してるのどこっていうと、やっぱ寒いところで着るのが適してると思うので、そういうところに旅行に行くとか、そういうところに引っ越しするとか、そういうところで住んでるとかっていう方にはね、非常に使えるアイテムになってくるんじゃないかなと思うんですけど、これをしないでバンバン着ていこうってなってくると、ちょっと弊害出てきますよ。例えば運転するときどうするんですか、狭い居酒屋だとどうするんですか、また大阪に狭い居酒屋でうまい店が多いんですよってなってきたときに、大体こういうので缶が引っかかったり、醤油ここに当たってこぼしたりとかっていうことで、その相手先がね綺麗なお姉ちゃんやったら、そこからあ、すいません、あのもしよかったら僕ご飯代全部おごるんで一緒にご飯なんか食べませんかなんて言って出会いになればいいけども、おじさんやったら無事切れてくるからね、それはそれですいませんって言って謝らなあかんから困ってくるじゃないですか。なのでしないでもどうしても俺はバルトロ欲しいっていう方は、こういうデメリットある。だけど俺電車通勤やから車関係ないわとかね、俺バス通勤やから全然関係ない、むしろ待ってる時間寒かってんっていう方はいいかなと思いますし、俺はまあ重ね着もせえへんし、結構
細身なんよという方もねぴったりかなと思いますので、そういったところでデメリット意見があったと、これは人それぞれね感じ方は違うかなと思うんですけども、そういうお声もあるんやと、じゃあそれで上で俺はバルトロ何色にしようかなというふうに選んでいただければいいかなと思いますので、本日はですねバルトロライトジャケットを買う前に見るべき動画ということになってました。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。